はい、どうもドミンです。夜です。あれ鯛茶漬け作っていきます。さっぱりしたやつがね食べたいんで、でこれ冷凍のご飯作っていきましょう。はい、じゃあご飯温めてる間にだし的なもんを、はい、ちょっとだしね使ってる手でこんなもんかな。よし、このままやろ。もうちょいかな。ちょっと濃い方が好きなんで、よし、これでいこう。お茶漬けってお茶入んのかね。まあいっか、この粉末緑茶入れていきます。そんな量ない方がいいよな、絶対。こんなもんかな。よし、はい、冗談程度に、お茶入れます。だ、はい。溶けんのかよ。マジで行き当たりばったりで作ってるんで、はい、おろしわさびで、冷凍してた5日のネギ、この動画で使ったやつですね。この動画とかこのチャンネルで使ったやつですね。で、刻みのり、これはもう買ってきました。よし。ご飯か。熱い熱い熱い。じゃあわさびわさび。白ごまも使おう、白ごま。はい。じゃあこいつをまずはいい感じに入れます。あっ、あぶね。よし。熱いわ。あ、ちょっと。よし、お湯も沸いてきましたね。このね、お、いいんじゃないですか。いや、もうご飯入れただけやけどさ、これ、よし、凍ったままいきます。もうどうせ関係ないでしょ、お湯入れるやんか一緒や。こうやってね、あの息のいいやつとかはこうやってこぼれたりしますね。はい。ネギは結構たくさん入れた方がいいよね。よし、お湯沸けた。沸けた。お湯が沸いた。鯛ですね。2切れ。昼間食べたやつが残ってますよね。なんかさっぱりしたやつが食べたいから、正直そんな食欲なくて、2切れだけ残ってます。こいつを。てんのかな。味が薄かったら後で足します。わさびを後にしよう。よし、で回すように入れます。特に鯛ですね、鯛にかけていきたいところですね。よし、もうちょい濃くした方がいいかな。よし、まだ凍ってますね。そこでこれの登場ですよ。ほっ。いや、本来お茶漬けに使うもんじゃないんでしょうけど、使いたいね。いこうぜ。やばい、これ。よし。うおぉ、これ大丈夫なんか、器とか。うおぉ、怖い。これ最高。あっつ。信じられへんぐらい熱い。まだ凍ってるよな。くっせえ。ごまに。で、最後に刻みのり。あ、最後ちゃうな。一番上に刻みのり。あー、まあ、散らしたくない。見栄えを良くしたいね。知ってるでしょう、皆さん。見栄えをどれだけ良くするかっていうチャンネルなんですよ。見栄え的に箸の方がいいかな。早せな水吸ってまうって、ご飯が。はい、できた。今日は水です。
じゃあ食べていきましょうか。うん、ではいただきます。こんな、あくまで飾りです。さっきのうん、ああなるほど、味薄っ、味薄っ。